皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？このビデオは N4 みんなの日本語ではこちらですね。この N4 のレベルです。26課から38課の助詞の問題です。助詞のクイズを一緒にしましょう。これは2番です。でですね、この問題を作るときに私はこちらの問題と、ね、この標準問題集、ね、新海12を参考、ね、参考でリファランス、I use it for reference、参考に使いました。よかったらこの本とてもいい本ですから、皆さんも本屋さんでちょっと探してみてください。じゃあ一緒に問題をしましょう。だ、ね、授業前に予習する、授業前に予習する、何でしょう？と、授業は名詞です。前も名詞です。そう、こうしてみてね。授業前、そう、答えはそうです、のがいいですね。じゃあ次です。授業終わったら教えて、授業終わったら教えて、何でしょう？この教えては見なくてもいいですね。で、授業終わった、このここで終わった、終わりましたは自動詞です。自動詞ね、自動詞29課ね、レッスン29で勉強しました。授業終わります、これはがです。これね、ここは自動詞ですよね。自動詞ですから、自動詞でここがサブジェクト、ね、主語ですから、がいいです。例えば、電気がつきます、車が動きます、このタイプですね。そう、授業が終わったら教えて。 Tell me、ね、once your class has finished。 次です。予定表、予定、書いておく、予定表、予定、書いておく、書きますね、書いておく、何でしょう？予定表に予定を書いておく。この手置くは準備、プリパレーションね、準備やそれから処理かな、注意、ね、のタイプの手置くですが、これはあまり考えなくていいです。でもこのね、書きます、書きますの使い方ね、これはどこに何を書くです。例えばノート、ノートに日本語を書く、カレンダーにスケジュールを書く、いいですか？書くはちょっと特別です。では使うことができません。にです。どうしてですかって、書く、そのね、対象ね、write onto something の前のね、1番、このこれ2番ですよね。1番のビデオで、例えば人に、あ、会社に連絡するのにしましたね。どいしゃんね、どいじょんげにです。 to someone、 onto someone、ね、に、なのでこれは write on the schedule、 スケジュールチャートね、予定表ですね。次です。池、周り、花、植えてある。池、周り、花、植えてある、何がいいですか？まずここをこう見てね、池、周りですから、池の周りでね、この周りは上下右左と同じポジションの名前ですね。そう、周りは around the pond ね、池の周り。花植えてある、これは周りに花が植えてあります。で、これは実はこのね、ありますを見てください。でね、あります、ありますの基本だよね、ベーシックをベーシックね、ありますね。どこに何があります、
例えばここにってね、 Here is a pen、 ここにペンがあります、ね、そこにコーヒーがあります。これはいいですよね。でそこで池の周りに花があります。でこのありますの kind of、ね、ディテールね、詳しいこと、植えてあります。これあのなくてもいいですよね。池の周りに花があります。例えば、うん、そうですね、あ例えばね、ここに例えばなんだ、ペン、例えばね、ペンね、でペンを置きました。で先生の、皆さんが見るの右ですかね、先生の右にペンがプレイス、プット、ね、置きます、置いてあります。先生の右にペンが置いてあります。これね、手あります。このパターンです。どこに何が、でここ状態ですね。これね、30課、ね、30課を見てくださいね。みんなの日本語の30課で、どこに何が、で手あります、状態です。で必ずありますの前は他動詞を使ってください。いつもね、他動詞です。こちらは、ここ、自動詞でしたね、終わるね、何々が終わる。これは花、もともとはオリジナル言って花を植えますよね、プラントフラワーズ、花を植える、を使いますから他動詞ですよね。いいです。で次行きましょう。で次ですね、教室、壁、お知らせ貼っておく。教室、壁、お知らせ貼っておく。わかりましたか？はい、とね、教室の壁にお知らせを貼っておきます。教室の壁にお知らせを貼っておきます。この手置くは準備、 kind of preparation の意味ですが、 do something in advance ね。でも、まあ、ここは考えなくてもいいです。 No need to consider。 でも貼ります、貼りますはスティックだよね、 put on ね、スティックで、スティックで、お知らせは notice ね。例えば何月何日にパーティーがありますよとか、 some notice ね、お知らせ、 information。 中国は通知かな、通知ですね。これあの紙、普通は紙ですね、お知らせ。最近は E メールでね、送ったりしますね。でお知らせで、壁、壁はウォールね、壁で、教室の壁にお知らせを貼っておきます。 So we put a notice on the classroom wall。 教室と壁は名詞、名詞ですからのがいいです。次行きましょう。ケーキ、チョコレートは好きですか？これはね、あの例です、 example。 ケーキ、チョコレートは好きですか？これ例えば、あのこれに喜欢、あの蛋糕、なんかチョコレートしまだ、これね、これフォーマリーはウィセ、ケーキやチョコレートなどは好きですか？いやなど、少しフォーマルですね。あれとびもうリトゥンフォームで、もうスポークンフォームウィセね、とかとか、ケーキとかチョコレートとかは好きですか、ね、ケーキとかチョコレートとかは好きですか、とかとかね、イーブンもカジュアルです、ね、次です。大学合格した、大学合格した、大学に合格したです。これあの合格ってパスだね。そうね、パス、だあのエントランスエグザムフォーユニバーシティ、そう、考上大学だね、考上大学、大学に合格した、パスエントランスエグザムフォーユニで、あの大学はあのアクチュリーね、対象ですね、同意状ね、対象、そう、パス to this university です。次、車、音、うるさい、車、音、うるさい、どうでしょう、車の音がうるさいです。これ1番のビデオでもありました。1番でもこれね、何々がで、ここ形容詞ね、
アジェクティブね、形容詞アジェクティブの前ね、これが使います。これ、ね、車の音がうるさいです。あの、あなたオプションね、これでもいいです。 This one can be okay too。 車は音がうるさいです。これでもいいですね。車は音がうるさいです。 Also OK です。次、足怪我してしまった。足怪我してしまった、何がいいですか。はい、足に怪我をしてしまったです。足に怪我をしてしまったです。これね、怪我の使い方ですね。怪我、傷者ね、injury ね、so get injured, so I got injured in my leg ね、I got injured in my leg。 足に怪我をしてしまった。この手しまったは残念失敗ですね。まあでも、あの do not affect、 そこはしましたでもいいです。足に怪我をしました、 also OK ね。で、足に怪我をしました、どうですか。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 個ありましたね。そうですね、全部で 9個の例文がありましたが、皆さんいくつ分かりましたか。そうですね、半分は少ないと思いますね。ぜひこれもう一度ね、ビデオを見ながらもう一度時々復習してみてください。助詞は日本語では本当に大切です。例えばね、中国語にはこの助詞ね、助詞はありません。で、英語はin とか on とか to はありますが、でも助詞と同じタイプの言葉はありません。日本語のそのとても特別なところです。で、助詞を間違えたら本当に文の意味がわからなくなります。ですから助詞は本当に大切です。皆さんよく復習してくださいね。はい、じゃあお疲れ様でした。また次のビデオで会いましょう。またねー。